アレリア、ホサンナ聖火隊の美しい賛美、心から感謝いたします。またヘプシバ賛美チームにも心から感謝します。今日私は創世紀15章、13節から14節の御言葉を通して、多くの財産を持ってそこから出てくるという題名で御言葉を語りたいと思います。今日の本文は皆さんもよく知っておられますよね。松明の契約の内容です。 神様がアブラハムに松明の契約を結ばれて、その中で400年の間、彼らのアブラハムの子孫が苦しみを受けて、そしてその国から400年後に出てくると、その時多くの財産を持ってくるんだと語られました。その約束の通りに、アブラハムの子孫、イスラエルの人々がエジプトから出る時に、モーセを通して神様の御言葉を受けて、 イスラエルの人々に語りましたよね。エジプトの人々に向かって財産を求めなさいと、そうすれば下さるだろうと言われたわけです。エジプトの長子がすべて死んだわけですよね。イスラエルの人々と共にいれば、もっと大きな災いが来るかもしれないということで、早く出ていけと、自分たちの財産をすべて渡して、早く出て行ってくれと語ったわけです。 その内容が出エジプト十12三35節から36節に記録されています。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから金の飾り、金の飾り、それに着物を求めたと。主はエジプトがその民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れたと語っていますね。神様の語られた通りになったわけです。この当時起こったこの 出来事がが私たちと何の関係があるでしょうか今私たちは救済者アカデミーを通して松明の契約や荒野の旅路について勉強していますけれども皆さんこのエジプトという場所は堕落した世界を世の中を意味していますヨハネの目視録11章8節を見ると彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大,道路に大通りにさらされる。 彼ららのの主もその都で十字架につけられたと語っていますエジプトというのはイエス・キリストを十字架につけた世の中であると語っているわけですね。この罪のはびこる世の中です。私たちの罪のためにイエス様は死なれたわけです。ですから、そのエジプトからイエス様は私たちの代わりに十字架につけられ、 私たちを救い出してくださったわけですねエジプトから出してくださったわけです神様の民としてくださったわけですそして出てきて後悔を渡ったわけですね第一コリント人への手紙10章1から2節を見るとそこで兄弟たち私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです私たちの人たちは皆雲の下におり皆海を通っていきました そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けたと語っていますね。世の中から出てきて教会の信徒となって神の民となりますと告白すると洗礼を受けるわけですね。バプテスマを受けます。イスラエルの人々は400年の間エジプトで下辺として暮らしていた次に後悔を渡りながらバプテスマを受けたわけです。その次、例えば。 えー、この教会だったらこの教会の信徒となるわけですよね。父・御子・御霊の名によってその教会の一員となったことを認めるわけです。その時から信徒となるわけですよね。首都行伝七章38節を見てもシュナイさ山で彼らに語った見ついや私たちの夫たちと共に アラノの集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたと語っていますね。申セについて語っているわけなんですけれども、ここを見てもアラノの集会、アラノの教会であると語っています。ですから、後悔で洗礼を受けて、パプテスバを受けてから40年間、この教会生活をしたということです。アラノの生活、過去の時代と私たちの時代と同じなわけですね。 では今日の本文で語っているこのアブラハムにこのアブラハムの子孫が違法の国で苦しみを受けて多くの財産を持ってくると語られたわけですけれどもその内容が私たちにどのような意味があるのか今日一緒に見てみたいと思いますまず一番目にこれは神様の報酬の働きでした報酬 イスラエルの人々は400年間しもべとして暮らしていたわけです。それについてもう給料をもらったりするわけでもないわけですね。奴隷として暮らしていたわけですから、ただ働かされたわけです。しかし、その400年の間働いたことについて神様はその給料をですね計算して。 与えられたとといいうことを語っていますイスラエルの人々だけではなくイスラエルの先祖であるヤコブもヤコブも後にイスラエルという名前に入られましたよねそしてそのがイス,イスラエルの民族になったわけです,ですかヤコブの生涯とイスラエルの生涯も似ているわけですけれどもヤコブもラバンの家でしもべとして暮らしていたわけですしかしラバンが えー、とても悪質な人だったわけですよね。20年間、えー、しっかりと報酬を与えずに働かせたわけです。創世紀三十章7七節にありますよね。あなた方の父は私を欺き私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかったと。20年間しっかりと報酬を支払わずに働かせたわけです。ああししててこうして 毎回言葉を変えながらお金を払わずに働かせたわけです。しかし神様は全てそれを計算しておられました。20年後、ヤコブにカナの地に戻そうとされたときにですね、どうされましたかただ、空手で何も持たずに帰るのではなく、20年間、 受け,られ受けることができなかった報酬をすべて受けてから帰ったわけです。創世三31章、九節を見てもこうして神があなた方の父の家畜を取り上げて私にくださったと語っています。これあなた方の父というのはこのヤコブの妻たちですね、レアトラヘルの言葉ことを意味しています。ラバンの娘たちですね。ですから、その自分の妻に言うわけわけです。 神様はカナの地に戻れと言われたわけですけれども、一緒に行くだろうと言ったわけです。そしたら、あなた方の父が私を欺いたけれども、神様が私たちその報酬を全て計算してくださったんだと。ラバンと契約をしましたよね。プチゲのものや、また、 島毛のものは全てヤコブのものになるとしかしその契約の結果はどうなりましたか生まれるたびにそういう島毛のものやブチ毛のものを生んだわけですそれで神様は全てをそれをヤコブに与えて計算してその報酬を与えてから返されたわけですね神言十三章22節にもこう語っておられます善良な人は子孫に譲りの地を残す 罪人の財宝は正しいもののために蓄えられると語っています。ですから聖書では罪人が金持ちになることを羨ましがるなと語っておられます悪。悪人が持っているものは神様の民のためのものであると、義人のために蓄えられていると語っておられますね。伝道の書2章26節にも書いています。 なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え罪人には神の御心にかなう者に渡すために集め蓄える仕事を与えられると語っていますね。ヤコブだけがこのような働きがあったわけではなくその子孫であるイスラエルの人々にも同じだったわけです。 エジプトを出てくるときにも金銀すべてのものを受け取ってエジプトから出たわけですよね。私たちも同じです。イエス・キリストを信じる信徒はアブラハムのすべて子孫だと語られました。私たちにも神様が今このような苦難や苦しみや苦労をすべて計算しておられます。そそしてその 働きによる報酬を与えてくださるということを語っておられます。時が来ればそれを与えてくださるわけです。ですからその時が来るということをしっかりと覚えなければいけません。忍耐が必要なんですね。マタイ16章27節を見ても人の子は父の栄光を帯びて、見つかいたちとともにやがて来ようとしているのです。その時にはおののその行いに応じて報いをしますと語っています。 ヤコブもそうでしたしイスラエルの人々もそうでしたしまた後にバビロンの捕虜に連れて行かれた者たちバビロンで70年間捕虜生活をした時その時からまた帰還する時も同じだったわけですねエズラ1章6節にあります彼らの周りの人々は皆銀の器具金財家家畜エリスグリの品々なその他進んで捧げられる あらゆる捧げ物を持って彼らを近づ力づけたと語っていますねクロスの王その違法の王が示命令したわけですクロスの心を神様が変えられてイスラエルの人々が解放されるようにされましたただ解放されるだけではなく周辺の人から金銀財貨いろいろなものを持ってそれを持って 何のために登らせたんですかここを見るとエルサレムに神の宮を建てるために聖殿を建築するためにこの全ての必要なものを与えられたわけです。エジプトから出てくるときも同じでした。エジプトから出てくるときもシナイさんに来て何をしましたか神様の幕屋を建てたわけですよね。幕屋の建築。その幕屋の建築に必要なものがあるわけです。 アラノで何がありますか全てエジプトから持ってきた金銀、財貨を持ってこの幕屋を作り上げたわけです。ですからこのように私たちに全て与えてくださり報酬をくださります。そして報酬を通して神様の家、神様の国、宮を建てるために用いられたと語っておられます。 今日私たちも同じです。私たちもこの堕落したこの罪,罪にはびこる世の中で暮らしていますけれども私たちはその中で働いています。そこで働いて稼いだお金をまた献金捧げ、聖殿も立て上げ神様の働きのために用いているわけです。ですから私たちも2番目に神様の時を待たなければいけません。神様の時を待って その時になればすべて報酬が与えられるということです。ですから私たちが自分のために、自分の思い通りにそれを受け取るのではなく、その過程においても私たちを訓練してくださる恵みがあるため、信仰によって私たちは忍耐を持って待ち望まなければいけないと語っておられるわけです。忍耐のない信仰は、まことの信仰ではありません。 ローマ8二24節から25節を見ると、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちますと語っていますよね。希望があれば忍耐をもって待ち望むことができるわけです。ローマ人への手紙5章4節を見ても語っています。 それだけではなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからであると語っています。ですから私たちは自分自身の力で何かを奪い取ったり、誰かに復讐したりしてはいけないと語っているわけです。神様が 与えてくださり神様が報いてくださるわけですねそれを待ち望みなさいと語っていますローマ12章19節を見ても愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそれはこう書いてあるからです復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われると語っていますね神様が報いてくださるわけです神様が報いてくださるまで私たちは 待ち望んででいいいななけけければいけないわけですローマ12章21節にも悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと語っておられます。復讐してはいけないと。復讐することはえ悪を持つわけですよね。私にああ,いうことをされああいうことをしたから私はこうしなければいけないと。悪を持つわけです。 悪を持つことによって私たちの魂が罪を犯し罪を持って私たちの魂をなくすことになるわけです。世の中の決まり法律も同じです。復讐してはいけないと語ってますよね。正義を執行する人は他にいるわけです。ですから警察や検士や裁判官を通して決められるわけですよね。 自分で復讐してはならないわけです。神儀二十章二十二節にも記録されています。神儀二十章二十二節を見ても、悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われると語っています。ここを見ても主を待ち望めと語っています。忍耐しなさいと。時が来れば神様が私たちにすべてを報いてくださる、すべてを与えてくださるということを約束されています。では、 3番目に私たちはどのような財産を持って出てきたんでしょうかアブラハムの子孫は違法の国で大きな財産を多くの財産を得てきたと語っておられます私たちにはどのようなことを意味しているでしょうか神様は私たちに目に見える財産もくださいます ですから神様が祝福をしてくだされば人の苦労がない富をくださると語っていますね。世の中で自分で得る富は苦しみと共に来る富です。しかし神様からくださる富は苦労がない富であります。 ただ目に見えるこういう祝福だけではなく私たちに神様は御言葉の見前へと導いてくださりエジプトやバビロンから救い出してくださいました私たちが知ることのできなかった大きな祝福を私たちに今もうすでに与えられているわけです例えば旧約聖書を見るとエジプトやバビロンから出てくるときに受けてきた持ってきたその財産を通して 聖殿を建てました宮を建てたわけです、神の宮を。新約時代にはどうですか私たちは何の財産を持ってきて、どのような、えー、聖殿を作り上げているんでしょうか新約では目に見える、えー、宮を意味しているわけではありません。第一古臨と三章十六節を見ると、私たち自身が神の神殿であると語っています。ですから私たちは信徒として、 価値観の変化が必要なわけです。祝福はただ富だというわけではありません。私たちの財産は何ですか私たちの金銀、財価は何でしょうか私たちに重要なものは何でしょうかその質問が重要なわけです。マタイ16章26節を見ると、こう語っておられます。 人がたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょうかと語っていますね。この翻訳が少しおかしい部分もあるんですけれども、この命と語っていますね。でも英語を見ると、魂と語っています。魂。ギリシャ語で言うと、スケという単語です。 それは魂ですね、魂。ですから、イエス様は今、全世界のものを手に入れても、魂をなくしたら、それが何の益となるのかと語っているんです。皆さんの魂がとても重要であり、一番価値のあるものであると語っておられるわけです。ですから、私たちの魂のために、 投資をしなけければいけませんではどのような魂が祝福された魂かというとイエス・キリストを信じてイエス・キリストが入っている魂がこの世の中で一番価値のある魂であると財産であると語っておられます。 この際2章2節から3節を見るとそれはこの人たちが心に励ましを受け愛によって結び合わされ理解をもって豊かな全き確,確信に達し神の奥義であるキリストを知るようになるためですとそしてこのキリストのうち,うちにキリストのうちに知,知恵と知識との宝がすべて隠されているのですと語っていますね。 キリストの中にすべての知恵と知識と宝があると。ですから、私たちの魂がイエス・キリストを迎えて一緒に歩むならば、そのキリストの中にある知恵と知識と宝をすべて手に入れたものであると語っているわけです。それが一番大きな祝福です。ですから私たちはこの世の中で、エジプトのような世の中で罪の、 しもべとして奴隷として暮らしていたわけですけれどもしかし今神様が恵みをくださり私たちをこのように救い出してくださいましたそしてイエス・キリストを迎え入れたわけです私たちの魂をまた取り返しましたイエス・キリストという大きな宝を受けたわけですそれが私たちに与えられた一番大きなたまものであり財産であるわけです世の中の罪の 下辺とししてて暮らしていたわけですよね奴隷として奴隷として暮らす時はその人には魂がありません自分の所有がありません自分の自由がないわけですすべてがその罪に属するものでありますしかしイエス・キリストの十字架の血潮によってその魂を私たちに また与えてくださったわけです戻してくださったわけですそれをもって出てきたわけですですからこの世の中と比較することのできない大きな財物を得ているわけですよねそれが神様から私たちに与えられた大きな財産という意味であります出エジプト記3章22節を見てくださいモーセにあらかじめ語られました 女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女の金の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身に見つけなければならないと。あなた方はエジプトから、剥ぎ取らなければならないと語っています。ヘブル語でナッチャールという単語です。これは、 略奪するという単語なんですけれども事実上このナチャールという単語が使われているのを見てみると求める救い出すという意味であります。 出エジプト記3章8節を見ると私が下ってきたのは彼らをエジプトの人の手から救い出しと語ってますね救い出した救い出すというのがナチャールという単語ですまたエゼキエル3章21節を見てもしかしもしあなた方が正しい人に罪を犯さないように警告を与え彼が罪を犯さないようになれば彼は警告を受けたのであるから彼は生きながらへ あなた方も自分の命を救うことになると語っていますね。ここで自分の命を救うことになる。それもまたナチャールという意味です。自分の命を救う。こういう単語なんですけれども、出エジプトの時はエジプトのものをナチャール、奪い取る。語っているんですね。ですから私たち、 新約時代に暮らしている信徒はですね、このナチャルというのは何かというと、私たちの魂を奪い取って戻ってくると、自分の魂を救い出して、この世の中から出ていくという意味であります。この罪がはびこる世の中から、その魂を救い出すと。皆さん、もし私たちの魂を失ったと考えてみてください。いくら払えばそれを 払い戻すすことはできますか世の中の全ての財産を支払っても手にまた取ることはできませんしかし神様はイエス・キリストの地上によって私たちの魂をまた救い出してくださいましたそれが一番大きな祝福であると聖書では語っているわけですですから私たちは神様の前に感謝しなければいけないんですね イエス・キリストの御言葉のようにこの世の中で一番重要なのは私たちの魂であると他人の魂も重要ですけれども私の自分の魂が重要なわけです何を支払ってその魂を買い替えますかイエス・キリストを知らない多くの人は自分の魂が自分の,その名誉や権力や富を通して買おうとしているわけです しかしそれは不可能なんですね。私たちはそのような罪の中にいないということ自体がどれほど感謝な出来事でしょうか。先ほど復讐するなと言いましたけれども、復讐しない理由も自分の魂を罪にまた溺れず、また悪に汚れることのないようにするためでありました。ですから私たちは。 神様から与えられたこの賜物を本当に守って魂だけではなくイエス・キリストが来られるまで自分の霊肉魂全てを救い出す皆さんとなることを主の皆なもって祝福いたします。ヤコブ1章21節に「ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさい。 御言葉はあなた方の魂を救うことができますと語っています私たちのえ魂を救い出すことができるのはえ御言葉であると御言葉。神様が 与えられたこの御言葉が私たちの魂を救い出すことができると語っておられるわけです。ですから、汚れたもの悪をすべて捨てて、御言葉を受け入れなければいけないと語っているんですね。第一ペテロ一章9節でも、これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからですと語っています。私たちの信仰の結果は何ですか魂の救いです。その魂の救いが完成したときに、主が来られるときには、霊に行く魂すべてが、 救われると聖書では約束されているわけです。ヘブル人への手紙11章26節でも、モーセはこう語りました。キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いましたと語っておられますね。ヘブル11章26節に。ですから私たちは、御言葉を本当に尊きものと考えて、私たちの魂を尊いものと考えなければいけません。世の中の富や あらゆる誘惑に打ち勝つことができると語っています。そのために私たちは伝道もしなければいけません。ヤコブ・5章20節二十節を見ると、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うと語っています、ね。その魂を罪人の魂をえ悪人の罪人の迷いの道から引き出す者、 それが伝道ですよね。皆さん、結局、私たちの魂が良くなれば、すべてにおいてパンジが益となると語っておられます。ヨハネの手紙、第3、1章2節を見ると、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますと語っています。 魂が幸いを得れば、すべての点でも幸いを得ると語っています。私たちの暮らしの中にあるすべてのもの、健康までもですね、肉体的な健康までも責任を取ってくださると語っておられるわけです。 사람의 영혼을 하나님의 등불이라고 말씀하셨습니다. 자세 20장 27절에 나와 있죠. 사람의 영혼은 여호와의 등불이라. 인간의 기다 그런데 여호와의 등불은 어디 있었냐 면 주의 등불은 성전 안에, 성소 안에 그첫 대가 봉안한 등불이었습니다. 그래서 제사장의 가장 큰 업무 중에 하나가 サシガー、ジュージカー、ソナージャー、トモシビガ、キエナイ、マモロノガ、シの使命だったわけですねネ、トいつも確認しながら油を注いでョのサキナミンソー、モカクニシナガ、いブラオソソイデ、ハイモシビガ、キエルコトン、ナイオニシタケの息こシは魂トコナイオニゲです。

아직 그러지 못하다라고 예수님께서 말하고 씀 있습니다. 우리의 영혼의 등불불이 하나님의 말씀으로 구속사의 말씀으로 활활 타오르는 그런 시간이 될수 있도록 기도해 줄수 있는 기도를 모을 수 있게 해 주시기를. 이제 결론을 내리겠습니다. 개츠론 대키니. 애굽과 바벨론에서 가지고 나온 재물은 성전 건축에 사용되었죠 에베소서 2장 20절에서 22절에 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되신느니 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서

말씀을 영접한 영혼, 성령의 불이 치유할 터보르는 그 영혼들이 타마 모였을 때, 때 하나님의 참된 성전이 된다는 것을 말씀하고 있습니다. 마커톤의 교회となる 것은 그 말씀과 그 영혼을 가지고 각자 와서 저희가 이 함께 성전을 건축하고 있는 ]その이 과정에서 이이 세상에서 가장 소중한 것은 이제 말씀을 받은 영혼이다. 확신하시는 가운데 그 영혼을 위해서. 노력하십시오. 투자하시면 서 주님께서 우리 영혼 타마시오もっ 타오르도록 축복해 주시는 그런 역사가 있으시기에 이쁨으로 축원하겠습니다. 여러분, 큰아스고 언 4장 20절에서 23절 다 같이 읽4회권이 신계 4서 20절에서 23절을一緒に 읽되 감언서 4장 20절에서 23절 말씀. 20절에서 2 3절 말씀.

사랑 많으신 아버지, 감사합니다. 감사합니다. 오늘도 아버지의 은혜 가운데 저의 발걸음을 하나님의 전으로 인해 주신 주 말씀을 통하여 나의 삶에서 가장 소중한 것이 무엇인지 깨달을 수 있도록 허락해 주심을 감사드립니다. 이제는 무엇보다도 내 안에 있는 말씀을 지키고, 그 말씀을 받은 마음과 영혼을 잘 지킴으로 주님이 오시는 그날까지 이 등불이 꺼지지 않을 수 있도록 인도하여 주시고, 성령님의 인도하심에 매일매일 살아가는 저희 모든 성도들 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그리고 이 말씀을 전수함으로 우리 가정과 자자선선 대대로 이 등불이 꺼지지 않도록 붙잡아 주시고 책임져 주셔서 늘 푸른 게 모든 가정위에 말씀의 불이 활활 타오르는 축복이 있결하여 주시옵소서. 우리의 영혼이 잘될때 범사가 잘 된다고 말씀하니 말씀을 받은 성도님들 하시는 모든 사업이나 나가시는 직장 또 우리 자녀들이 다니는 학교에서도 늘 승리할 수 있도록 인도하여 주시고, 하늘의 지혜와 지식을 더하여 주셔서 머리가 되는 축복만이 경악하여 주시옵소서. 기도하는 대로 다 이루어지실 것을 믿고 감사드리며, 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 하나님께 영광을 박사입니다